ゆっくりとゆっくりとゲートに近づいて14頭のゲートインが終わりました。係が離れます。スタートしました。かなりばらついたスタートです。さあダッシュがつかないのは6番の霧島アトムなど、向こう上面まず先行争いです。外をついて12番のアベベ伺います。内は10番のテイエム島人が追走。3番手の位置11番の厚姫つけました。最内から1番のマーティー連れて3番こういう亀さんよ。さらには14番の相高、その後は5馬身から6馬身馬群が開きました。内から促して2番の大成マロンに豚骨ラーメン、そして外をついた霧島エア姫、直後ですが4番のラブショータイムが追走です。その後方からは8番のカジノテンダーテイエムキングランと追走しております。さあ各馬がこれから 3,4 コーナーの中間地点へとかかります。内からスーッと7番のカシノマーメイドがポジションを上げていきました。その後にカシノテンダーとなりまして、あとはゼッケン9番をつけましたテイエムキングラン。さあ1頭後方で止まりそうな馬、向こう上面でほぼ歩いているのがこれが6番の霧島アトム。さあ第4コーナーカーブから各馬直線コースへと向かってまいりました。先頭は粘り込みを図りますテイエム島人。テイエム島人2番手の位置ですが、スーッとこういう亀さんよがポジションを上げていきました。外から相高が伸びる、外から相高が伸びる。さあ前の争い粘り込みを図ります。テイエム島人を今度は一気に相高相高相高捉え切って五輪。10番のテイエム島人2着、3番手争いが若干混戦模様です。